こんにちは、A健です。いつも A健 TV を見ていただきありがとうございます。ただいま米沢駅に来ております。前回の動画から引き続きですね、今回の動画も、山形県米沢市の、ジオキャッシングを、探しに行きたいと思います。でですね、言ったっけ、今米沢駅に来てますっていう話言いましたね。はい、ちょっと見てみもらえますか。はい、ここ米沢駅ですね。はい、ちょっと今駐車場止めてます。30分無料という駐車場に止めました。でですね、ここにはですね、マルチキャッシュが、設置されているんですね。 iPad の方でちょっとね、やっていきたいと思います。ちょっと見てみましょう。米沢駅のところに来ておりましての、このオレンジ色、ちょっと今GPS の青丸がちょっとなっちゃってますけども、ここにオレンジ色のマルチキャッシュが置いてあるということで見てみたいと思います。 Welcome to 米沢 JR ステーションということでですね、ちょっと詳細の方を見ていきましょう。ちょっとですね、上の方はですね、走りたいと思います。ここちょっと見てみましょう。ここら辺ですね。はい、座標が示す場所の付近には米沢の味 A、B、C が描かれています。 A、B、C それぞれに描かれている食材の数を以下の式に当てはめて最終座標を求めてくださいとなっております。で、ここだけを見ますとですね、北緯37度54分の計算式で、東経140度07分の、計算式、以前にもやったようにですね、岳温泉でやった方法と一緒ですよね、これはね。ですので、この計算をまたしていきたいと思います。それでですね、はい、何せですね、座標に1にあるその ABC を、求めましょうということですんで、まずそこ行ってみましょう。はい、で、ここの駐車場がですね30分無料なので、この30分以内にですね、なんとかやりたいと思います。はい、とりあえずアプリ画面に、出してみたいと思いますね。オレンジ色の、マルチキャッシュが43メートル先にあるということで、この先ですね、ちょっと危ないかな、この辺もな。よし、移動する。でですね、そこにある米沢の味 ABC を探さないといけない。で、それぞれがいくつあるのかっていうのを、数えないといけない。これちょっとね、本当にそのものを見ないとね、ちょっとわからないんで、行くっきゃないですね。はい、12メートル、11メートル。ここですね。ここを行くと、行きます。来てみました。1メートルまで来ましたね。ありますね。 ABC ってこういうこと。アップル、ビーフ、カープ、コイカ。写真撮っていきましょう。ここに写真いけたね。車に戻ってみます。で、30分以内に何とか終わらせたいからね、急ぐよ。はい、車戻ってきました。車戻ってきました。水分補給、また iPad 出します。はい、そうしますと、撮った写真を見てみましょう。米沢の味 ABC、 ABC って A がアップルで、 B がビーフ、 C がカープ、ちょうどこう ABC ってなるんだね。で、それぞれがいくつあるかっていう話だったよね、確かね。ですんで、この場合アップル、リンゴはこれ3つでいいのかな。3つだよね。次ビーフはこれ牛1頭しかないんで、これ1でいいですよね。はい、それで C のカープ、
この魚はこれ2匹いるかなという感じですんで、312っていう、数字でいいのかなと思います。でそしたらばですよ、ここに、じゃあ計算をしていきましょうということになります。はい、そしたらですね、編集の都合でですね、ここは計算を、はしょりたいと思います。せーので、もう計算終わってますんでよろしくお願いします。せーの、はいはい、一瞬で、計算を終わらせてみました。多分ね、これでね、多分間違いないと思います。間違いないかどうか、いや、わかんないです。計算もね、英語と計算全然できませんので、私じゃあ何ができるんだっていう感じですけども、勉強は基本的にできません。はい、で N、北緯37度、54分583秒、E の方は、東経140度07分612という、座標が、出てきました。この数字をですね、地図アプリに、当てはめて、それがどこを指しているのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。で結局ね、いつもね、座標ってね、ちゃんと理解できてないんですよ。私よく分かってないんですよね。どういう表記があって、それぞれにどういう名前があってとかっていうのがね、まだ全然ね、なんか分かってない。これね、しっかり勉強したけどね、ちょうどいいこのアプリがあるんですね。この IGCT っていうですね、このアプリ、これジオキャッシングのサードパーティーアプリっていうことになっていいんですかね。はい、でこれ、Facebook 見てたらばですね、これを使ってるっていう方がいらっしゃったっていうのがですね、分かりましてですね、その方の、投稿をもとにですね、参考にさせていただいて、このアプリ、知ることができました。ありがとうございます。これちょっと見てみたいと思いますね。はい、ですでにここにですね、入れてました。この数字値を入れたらばですね、これ地図こっちに出てきましたので、マップ、これさ、このマップはさ、大きくできないの、これどうなんだろう。そしたらばですね、この辺を指してるんですね。そんなに遠くないところで、ちょっとこれだけじゃちょっと分かんないんで、これやっぱりですね、Google マップじゃなくて、あ、Google マップでいいんだ、Google マップに入れてみたいと思います。それでこれをですね、ここに、数字を入れるためにですね、こうか、これでいいんだな、37度、54分で612ってやると、サーチ、これやっぱりさっきと同じような位置にですね、指してますね。はい、ここにあるということでいいんじゃないかなと思うんです。なんですけども、ですね、道路のど真ん中だなという感じがしてならない。これどういうことなんだろう。で、まあここのね、はい、ストリートビュー見てみますと、やっぱ道路のど真ん中というわけで、この辺に何かしらキャッシュが隠されてるのかなっていうことなんでしょうか。まあ、こう見ただけでもね、どこにどうあるんだろうっていう感じはするんですよ。まあ強いて言うならば、ここね、このなんだ、変電設備なのかなにあったりとか、あとは今ちょっと見渡してみたらば、ポストありますよね。よくポストのさ、下の方にさ、磁石でくっつけたりとかって多分してるんじゃないのかなってちょっと思うんですよ。ですんで、これちょっと何にせよね、ここに行ってね、キャッシュがあるかどうかをちょっと見てこようと思います。はい、というわけでまた車を降りて行ってみたいと思います。30分の無料駐車分の中で、これができるでしょうか。12時48分に、駐車場に入ってますんで、何時までだ、
あ、待てよ、時間がもうないぞ。まあしょうがないかこれ時間がちょっと過ぎてもちょっとお金は払ってですね、やる気しかないか、30分ちょっと無理かも。まず車出ましょう。はいはい、車出てみました。行ってみましょうね。とりあえず到着です。さっきのストリートビューとね、同じ景色ですね。こんな感じですね。でですよ、さっきちょっとここにあるんじゃないのかなって思った、設備がこの変電設備かな。まずここにあるのだろうとちょっと思いまして探してみたいと思います。ちょっとここ見たいんで土下座します。ないですね。ヒント見とくか。ヒント、フルーツ、アニマル、フィッシュと出ましたね。これこのヒントはさ、あれでしょう、その座標を求めるときのそのあれだったよね。リンゴと牛さんと鯉と、それの話だ。ってことはこれどういう風に隠されてるかっていうのはちょっと分かんないな。ちょっと分かんないんで、あの今度はポストの方行ってみますね。ポスト来てみました。ポストでもどうだろうね、これ郵便局のポストなんだよね。あら、あら、あ、違うな、違かった、ちょっとなさそう。ってなるとどうかな。まあそもそも求める座標が間違ってるっていう可能性もあるんですよね。何せだって道路のど真ん中を指してるからね。もう一回計算し直そうかな。もはやもう駐車場の30分はすでに超えてますね。しょうがない。ない。座標違うかな。座標なんとももう言えないんだけどな。はい、お疲れ様です。今のところまだ、発見できてませんね。でですね、今もう1時35分なんですけども、今日まだお昼ご飯食べてません。お腹減りました。お腹減ったんじゃまあ探せないので、もうなんか食べようと思いましてですね、お弁当買ってきました。駅中行ってですね、売店で、お弁当です。じゃじゃん、米沢牛、牛肉ど真ん中、前田圭司パッケージ、いざ米沢へ参られよということですね。はい、まず食べてからゆっくり考えて、もう少し座標ちょっとやっぱ違うのかなと、もう一度ちょっと考え直してですね、もう少し粘りたいと思います。じゃあまずお弁当いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。このお弁当2000円、なかなかですね。そしたらですね、もう今13時56分となってます。駐車場はすでにもう1時間以上止めています。でですね、考えました。何度もアプリも見てみました。わかんないです。わかんないんですけど、ちゃんと読んでなかったね、詳細ね。ファイナルでは米沢の多様な歴史を感じさせるものを目にすることができますとことが書いてありました。私が求めた座標のところでは
米沢の多様な歴史を感じさせるものってちょっとあったかな、なかったのよなっていう感じだったんですよ。ですんで、おそらく私の計算がですね、間違ってますね。全くみっともねえっていうやつですね、これね。みっともねえって、もっと福島弁で言うと、みっとくねないっていう感じなんだけどない。もう一度ちょっと近くを歩いてみて、ちょっと歴史感じさせるものを、探しに行ってみたいと思います。もう一度出てみましょう。もう少し粘りましょう。はい。このモニュメントじゃないよね。歴史は感じさせないよね、なんかね。これ今すごい道路が濡れてるけども、道路から水が出てるんですよね。これ雪を溶かすための、やつですよね。雪が降る前の準備ですね。青です。はい、あとはこれかな。これ歴史を感じさせるかな。どうだろう。青年の像と書いてありますけども、どうだろう。この辺、確かにこの辺にね、キャッシュ隠したくなるようなところではありますよね。かといって、キャッシュがどう隠されてるかなっていうと、隠されてるかな、ないよね。難しいのかな。難易度 1.5 なんだけどね。これまたね、さっきのところにね、来てみましたけども、多様な歴史、あ、歴史、歴史の宿ホテル音羽ってなってるぞこれ。あ、ちょっと待って、あ、歴史の話をしてるなこれ。お、ホテル音羽本館、この建物は文化庁の登録文化財です。大正末期に建設計画、昭和2年着工、昭和12年に完成された、木造3階建てコンクリート塗りで和洋折衷様式、ということで、代表的な、米沢の駅前旅館ですと。お、これっていうことはさ、多様な歴史を感じさせる、建物じゃないですか。なんだ、気づかなかった。っていうことは、この辺の近くにある、マジか、ここにくっついてるかな。うん、くっついてる感じはないかな。今この看板にくっついてないんだったらば、ちょっともう探す自信がないぞ。まあさすがにまだこの現役の旅館なんですよね。そんなところの前でちょっとあんまりね、不審な動きをしててもね、申し訳ないなっていうのがありますんで、ちょっとここは撤退かな。ダメだね、なんとも言えないや。ちょっとここは DNF ですね。諦めましょう。もう時間も時間なんでね。はい、お疲れ様でした。 DNF つけます。多分座標間違ってるんだよ。座標の求め方が間違ってるんだよきっとね。ですんで、もし今動画を見てくださってる方で、ここを、発見したことがあるよっていう方もしいらっしゃれば、ヒントでいいんで何かコメントをいただけると嬉しいです。またここ探しに行きます。まあでもとりあえずね、美味しいお弁当にありつくことができましたんで、美味しかったです。やっぱ米沢牛はうめえわ。はい、米沢っていうか、米沢とかなんか山形は飯がうまい。福島もうまいもんばっかだけど、山形もうめえ。はい、そしたらですね、今回のこのマルチキャッシュを探す動画は、これで一旦終わりたいと思います。ここまで動画を見ていただきましてありがとうございました。本日まだ、時間がありますので、米沢市内まだまだこれから探しに行こうと思います。次の動画もお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。